天の川といて、在イザデルタ星は、イテザの構成で三等星。性感物質がどの程度あるか分かっていないため不確かではあるが、観測されているよりも高度は30%、半径は15%ほど大きいものと考えられている。イてザデルタ星は、多重成型であり、ADS11264、CCDM18210 から2950、 C350 といった二重星番号もある。弱い星であり、主星は K 型の三頭星、他の3つの晩星はいずれも10頭以下の暗い星である。これら3つの晩星が主星と物理的な相互作用を及ぼし合っているのか、偶然同じ方向に見えるだけなのかは分かっていない。型有名のカウスメディアは、アラビア語で、弓という意味のあるコスト、ラテン語で、 中央を表すメディアを組み合わせた言葉である。いて、ザのデルタ性、イプシロン性、ラムダ性の三つの構成には、いての弓を意味するコスが付けられている。アルコスはもともといて、ザ、クサイ二世、聖、パイ性、ディ性、同性によるアステリズムに付けられていた名前であった。二0十六年七月二十日に、国際天文学連合の構成の命名に関するワーキンググループは、 コスメディアを置いて、ザ・デルタ星の固有名として承認した。この星は、カウスメリディオナリスのイやカウスメディウスなどとも呼ばれていた。インド天文学において、この星はいて、ザイプシロン星と共に、ナクシャトラの第二十宿パーバーシャダを構成しており、その巨星であった。中国では、二十八宿の第七宿ミヤドの二番目の星とされた。ありがとうございます。